このグラフはディスプレイの一般的な解像度のリスト。各解像度タイプの色はディスプレイの比率を示す。ディスプレイ解像度はデジタルテレビ、コンピューターモニター、またはディスプレイデバイスの表示モードは表示できるそれぞれ個別のピクセルの数である。特に表示される解像度はブラウン管ディスプレイ、フラットパネルディスプレイ、および固定ピクセルアレイを使用する。 プロジェクションディスプレイの様々な要因によって制御されるため曖昧な表現になる可能性がある。幅高さとして引用され単位はピクセル。例えば1024-768は幅が1024ピクセル、高さが768ピクセルであることを意味する。英語では 1020-4x768 もしくは 1020-4x768。 ディスプレイ解像度という用語の使用法の一つは、プラズマディスプレイパネル、液晶ディスプレイ、デジタルライトプロセッシングプロジェクター、OLED ディスプレイなどの固定ピクセルアレイディスプレイに適用され、単純にディスプレイを作成するピクセルの列と行の物理的な数。固定グリッドディスプレイを使用した結果、マルチフォーマットビデオ入力の場合、すべてのディスプレイに 入力画像フォーマットをディスプレイに一致させるためのスケーリングエンジンが必要になる。電話、タブレット、モニター、テレビなどのデバイスディスプレイの場合、蒸気で定義されているディスプレイ解像度という用語の使用は一般的ではあるが誤った呼び方である。ディスプレイ解像度という用語は通常、ピクセル寸法、つまり各寸法の最大ピクセル数を意味するために使用される。 これは画像が実際に形成されるディスプレイのピクセル密度については何も示していない。解像度は適切にピクセル密度を指す。ピクセルの総数ではなく単位距離または面積あたりのピクセル数。デジタル測定ではディスプレイの解像度は1インチあたりのピクセル数で示される。アナログ測定では画面の高さが10インチの場合。 水平解像度は幅10インチの正方形全体で測定される。テレビ規格の場合は通常画像の高さごとの線の水平解像度として表される。アナログ NTSC テレビは通常無線ソースから画像の高さあたりの水平解像度を約340行表示できる。これは左端から右端までの実際の画像情報の合計約440行に 相当する。16、9の比率を使用する 1080P プログレッシブスキャンへ HDTV 一部のコメンテーターはディスプレイの解像度を使用してディスプレイの入力電子機器が受け入れる入力フォーマットの範囲を示し画面のパラメーターに一致するように縮小する必要がある場合でも画面のネイティブグリッドサイズよりも大きいフォーマットを含めることがある。テレビ入力の場合 多くのメーカーは入力を取得してズームアウトしディスプレイを最大5%オーバースキャンするためで入力解像度は必ずしもディスプレイ解像度ではない。ディスプレイの解像度に対する目の近くはいくつかの要因の影響を受ける可能性がある画像解像度と広角解像度を参照。一つの要因は表示画面の長方形の形状。これは 物理的な画像の幅と物理的な画像の高さの比率として表され、アスペクト比として知られている。画面の物理的なアスペクト比と個々のピクセルのアスペクト比は必ずしも同じであるとは限らない。16、9ディスプレイの1280-720の配列には正方形のピクセルがあるが、16、9ディスプレイの1024-768の 配列には長方形のピクセルがある。解像度、または近くされるシャープネスに影響を与えるピクセル形状の例、より高い解像度を使用してより小さな領域により多くの情報を表示すると画像がはるかに鮮明になる。ただし、最新の画面テクノロジーは特定の解像度で修正される。 これらの種類の画面で解像度を低くするとディスプレイのネイティブ解像度出力への非ネイティブ解像度入力を修正するために保管プロセスが使用されるためシャープネスが大幅に低下する一部の CRT ベースのディスプレイはメモリアレイを使用した画像スケーリングを含むデジタルビデオ処理を使用する場合があるが最終的に CRT タイプのディスプレイのディスプレイ解像度は スポットサイズやフォーカス、ディスプレイコーナーの非点収差効果、カラーディスプレイのカラー蛍光体ピッチシャドウマスク、ビデオ体域幅などの様々なパラメータの影響を受ける。画像比率が16、9のフラットハイビジョンブラウン感、テレビ Nintendo DS と2台のラップトップなど、一般的なデバイスの画面サイズの比較。ほとんどのテレビディスプレイメーカーは、ディスプレイの画像を オーバースキャンしているため、例えば画面上の有効な画像を720-576から680-550に減らすことができる。不可視領域のサイズはディスプレイデバイスによって多少異なり、一部の HD テレビも同様にこれを行う。多くのモデルでは許可されているが、プロジェクターを含むコンピューターディスプレイは一般にオーバースキャンしない。CRT ディスプレイは コーナーで増加する歪みを補正するために、ストック構成では、アンダースキャンされる傾向がある。インターレースビデオは、余分な帯域幅を消費することなく、ビデオディスプレイの近くフレームレートを2倍にする手法。インターレース信号には、連続してキャプチャーされた、ビデオフレームの2つのフィールドが含まれる。これにより、視聴者の動きの近くが向上し、ファイ現象を利用して、 フリッカーが軽減される。欧州放送連合は制作と放送におけるインターレースビデオに反対している。主な議論はインターレース解除アルゴリズムがどれほど複雑であってもフレーム間で一部の情報が失われるためインターレース信号のアーティファクトを完全に排除することはできないということです。それに対する議論にもかかわらずテレビ標準化団体はインターレースをサポート し続けています。DV、DVB、ATSC などのデジタルビデオ伝送フォーマットには引き続き含まれています。高効率ビデオコーディングなどの新しいビデオ、圧縮規格はプログレッシブスキャンビデオ用に最適化されていますが、インターレースビデオをサポートする場合もあります。プログレッシブスキャンは各フレームのすべての線が順番に描画される動画を表示、保存、 または送信する形式。これは奇数ラインのみ、次に各フレームの偶数ラインが交互に描画される、従来のアナログテレビシステムで使用されるインターレースビデオとは対照的であり、実際の画像フレームの半分の数だけがビデオ制作に使用される。テレビの解像度は次の通りです。コンピューターモニターは伝統的にほとんどのテレビよりも高い解像度を持っていた。 1970年代後半から1980年代に導入された多くのパーソナルコンピューターはテレビ受信機をディスプレイデバイスとして使用するように設計されており、解像度はパルや NTSC などの使用中のテレビ規格に依存している。画像サイズは通常、主要なテレビ規格のすべてのピクセルと様々な量のオーバースキャンを伴う幅広い。 テレビセットの可視性を確保するために制限されていた。したがって実際の描画可能な画像領域は画面全体よりもいくらか小さく通常は静的な色の境界線で囲まれていた。また画像の安定性を高め進行中の垂直解像度を効果的に半分にするために通常インターレーススキャンは省略されました。16200 32200 20及び640、200、当時は比較的一般的な解像度でした。IBM PC の世界では、これらの解像度は16色の映画ビデオカードで使用されるようになった。従来のテレビを使用することの欠点の一つは、コンピューターのディスプレイ解像度がテレビがデコードできるよりも高いことです。NTSC、パルテレビのクロマ解像度は、 帯域幅が最大 1.5MHz、つまり幅が約160ピクセルに制限されているため、320または640幅の信号の色がぼやけ、テキストが読みにくくなる。多くのユーザーは S ビデオまたは g ビー入力を備えた高品質のテレビにアップグレードし、これによりディスプレイのサイドのぼやけがなくなり、より読みやすくなった。 サイドの問題に対する最も初期の最低コストのソリューションはあたり2600ビデオコンピュータシステムと Apple 2 Plus で提供された。どちらも色を無効にして従来の白黒信号を表示するオプションを提供していた。コモドール64で Geo's は読みやすさを向上させるために白黒を使用するマコスの方法を反映している。64400i 解像度は コモドアーアミーガやアトニエタリファルコンなどの家庭用コンピューターによって最初に導入された。これらのコンピューターはインターレースを使用して最大垂直解像度を高めた。ちらつきのあるインターレースがワードプロセッサー、データベース、またはスプレッドシートソフトウェアでのテキストの読み取りを困難にしたため、これらのモードはグラフィックス、またはゲームにのみ適していた。 7 2 0 4 8 0 i o v スキャンされたコンピューターの利点はインターレース TV 制作との簡単なインターフェースであり、ニューテックのビデオトースターの開発につながった。このデバイスにより、アミーガを様々なニュース部門での CGI 作成、NBC の c e エ s と WB のバビロンのなどのドラマプログラムに使用できるようになった。PC の世界では IBM PS、 VGA オンボードグラフィックスチップはインターレースされていない640-480-16色解像度を使用していた。1990年から1996年頃までの標準解像度であった。2000年頃まで800-600が標準解像度。2001年にリリースされた Microsoft Windows XP は、 最小800-600で動作するように設計されていたが詳細設定ウィンドウで元の640-480を選択することもできた。マルチスキャン CRT に接続するとあたりセガ・ニンテンドーゲームコンソールなどの古いハードウェアを模倣するように設計されたプログラムは信頼性を高めるために16200や32400などのはるかに低い解像度を 日常的に使用しているが、他のエミュレーターも利用している。よりスケーリングされた、ベクトルレンダリングのためのより低い解像度での円、正方形、三角形及び他の幾何学的特徴のピクセル化認識の一部のエミュレーターは、より高い解像度で、CRT モニターのアバーチャーグリルとシャドーマスクを模倣することさえできた。2002年には、1024-768、 エクステンディットグラフィックスアレイが最も一般的なディスプレイ解像度であった。多くのウェブサイトとマルチメディア製品は以前の800-600から1024-768ように最適化されたレイアウトに再設計された。安価な LCD モニターが利用できるようになったため21世紀の最初の10年間に54のアスペクト比の解像度1280-1024が デスクトップでの使用に人気があった。カナダドルユーザー、グラフィックアーティスト、ビデオゲームプレイヤーを含む多くのコンピューターユーザーは、必要な機器があれば、コンピューターを1600、1200解像度以上で実行していた。その他の利用可能な解像度には、1400、1050、スク千 128800WXGA 80、144900WXGA、 1680、16 1050ビスクが、1920、1200、WUXGA のような広い画面が含まれる。720P および 1080P 規格に基づいて構築されたモニターも、映画およびビデオゲームのリリースとの完全な画面互換性により、ホームメディアおよびビデオゲームプレイヤーの間で珍しく、なかった。2007年に、 新しい HD 以上の解像度2560-1600北画の30インチ LCD モニターがリリースされた。2010年には2560-1440の解像度を持つ27インチ液晶モニターは複数のメーカーから発売され、2012年には Apple は MacBook Pro に2880-1800ディスプレイを発表した。医療用途や 航空交通管制などの専門的な環境向けのパネルは最大4096-2160の解像度をサポートする。2012年3月の時点では1366-768が最も一般的なディスプレイ解像度であった。詳細情報、次の表に2020年6月現在の2つのソースからのディスプレイ解像度の使用シェアを示す。 数字は一般的にコンピュータユーザーを代表するものではない。近年16、9のアスペクト比がノートブックディスプレイでより一般的になっている。1920、1080以上の解像度はプレミアムノートブックで採用され、1366、768はローコストノートブックで人気がある。コンピューターのディスプレイ解像度が 物理画面の解像度よりも高く設定されている場合、一部のビデオドライバーは仮想画面を物理画面上でスクロール可能にしてビューポートを備えた二次元仮想デスクトップを実現する。ほとんどの LCD メーカーはパネルのネイティブ解像度に注意して LCD で非ネイティブ解像度で作業すると画像を適合させるためのピクセルのドロップ、または アナログ信号の不十分なサンプリングにより画像が劣化する。CRT は本質的にアナログであり、ディスプレイを32200 20から内部ボードが許す限りの高さ、または画像まで変化させることができるため、真のネイティブ解像度を引用する CRT メーカーはほとんどない。これは画像が詳細になりすぎて真空管では ぼんやりして再現できない。したがって、CRT は固定解像度 LCD では提供できない解像度の変動を提供する。映画産業デジタルシネマトグラフィに関する限り、ビデオ解像度の標準は最初にフィルムストックのフレームのアスペクト比に依存し、次に実際のポイント数に依存する。標準化されたサイズの1位のセットはないが、映画業界では NK 画像の 品質を参照するのが一般的である。ここで N は整数であり、実際のセットに変換される。フィルムフォーマットに応じた解像度。参考までに、フィルムフレームが水平方向に収まると予想される4、3のアスペクト比の場合、N は1024の乗数であり、水平方向の解像度は次のようになります。正確に 1024N ポイント。例えば、 2K の参照解像度は2048,536ピクセルであるが、4K の参照解像度は4096,3072ピクセルである。2048,556、2048,152、2048,872ピクセルなどの解像度を指す場合もある。フレーム解像度は、例えば3,2の場合もあるが、 画面に表示されるものとは異なる。スクリーンレゾリューション、アスペクトレーシオ、ホワットドゥー 720p、1080p、QHD、4K&8K ミーン。デジタルシチズン、ライフ、2017年8月28日閲覧。ロビン、ホリゾンタルレゾリューション、ピクセルズ・オアラインズ。 ブロードキャストエンジニアリング2012年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年7月22日閲覧映像インダストリアルモニタードーズ 4K レゾリューションアット36インチズスタートセービングナウインガジェット2021年5月15日閲覧映像リリーシズフィフスジェネレーション2 k x 2 k プライマリーコントロール モニターウィズニューデザインエクステンシブ、カスタマイザビリティ 4ATC センターズ映像。www.eizoglobal.com。2021年5月15日閲覧。ニコライ、映像アウトラプター WS30130、インチ LCD モニター。2021年5月15日閲覧。スティームハードウェアソフトウェアサーベイ。 バルブ2020年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年7月16日閲覧デスクトップスクリーンレゾリューションスタッツワールドワイドスタッドカウンター2020年7月16日閲覧ありがとうございます